ティーホリック購入品紹介します。こんにちは、ハブティー。はい、まえのんです。今日はですね、久しぶりにね、ティーホリックでお買い物をしまして、今回18点購入しちゃいました。小物とかもね、あるんですけど、結構たくさんいいお買い物ができたなと思うので、参考になったら嬉しいです。それでは最後まで見てみてください。どうぞ。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。今回ね、7月6日に買ったんですけど、7月の18日に届いたので、なんかね、一つだけ早く届いたんだよね、1週間後ぐらいに。なので、なんか物によるのかなって思うんですけど、他のものも合わせて全部届いたのが2週間かからないぐらいでした。早速ね、紹介していきたいと思います。なんかね、今回買い物した理由があって、最近ね、可愛いインスタグラマーさんを見つけて、韓国の方なんですけど、多分なんかね、一般の方なのかな、なんかフォロワー数とかすごい多い方ではなかったんですけど、その方のファッションがね、すごい可愛かったので、そんな感じの洋服着たいなと思って、いろいろ見てたら、ディーホリックがやっぱ可愛いなと思って購入してみたんですけど、なのでちょっと今回可愛い服が多いかもしれない。今ね、着てるのピンクとか、この花柄のワンピースとかも可愛いなと思って、韓国の綺麗なお姉さんが着てる可愛いお洋服がすごい好きなので買ってみたんですけど、やっぱり私ね、日焼けしてるからお姉さんみたいなイメージにはならなかったんですけど、ちょっと許してください。まずね、最初に紹介するのが、今着てるカーディガン、 V ネックサマーニットカーディガンです。私はピンクを購入して、サイズはフリーサイズでした。お値段が3428円ということで、私 GU で買った黒のカーディガンがあるんですけど、それがね、今年めっちゃ活躍したので、そういう感じの薄いカーディガンが欲しいなと思って、キャミソールでもさ、ブラトップでもいいし、肌を直接当たるよりこういうカーディガン着てた方が涼しい時もあるので、私はこのピンクの色味に一目惚れして購入しました。サイズ感もね、ちょうどいいし、丈感も長すぎず短すぎずで可愛いなと思って買ってみました。生地もね、割としっかりしてるから、ちょっと透けてて可愛い。これはね、買ってよかったです。動画撮るとき何着ようかなってなるんですけど、すぐこれ着ようって思って、このピンクにしました。そして今中に着てるこのワンピースもね、超可愛い。最初なんかこの紐が取れてる状態で届いたから、どうやって着るんだろうこれと思ったんですけど、無事に着ることができました。しかも緩めるとこんな感じで、これをね、キューってすると、ここがなんかキュッてなるから、すごい着やすして見えるなと思って、リボンの長さも長くて可愛い。こんな感じ、丈感が映らないかな。あ、映った。こんな感じ。今着てるこのワンピースがフラワーリボンワンピース、これはフリーサイズで4466円でした。このトップスのね、丈感もちょうど良くて、なんか前閉めちゃってパンツとか履いても可愛いし、私本当に白と黒の服が多すぎて、最近色物買ってないなと思って買ってみたんですけど、どうでしょうか。次いきます。続いて紹介するのが、アクリルニットカーディガンのアイボリーを買いました。これもね、3333円だったんですけど、さっきのね、ピンクがもし失敗しちゃった場合と思って、ね、もともと白が欲しかったんですけど、と似てるデザインで違う品番のやつから買ってみようと思って買ってみたんですけど、着た感じこっちの方がなんか涼しく感じる、軽い感じがする。しかも透け感もこっちの方がある感じ、夏っぽいのはこっちかなと思います。なんかこの辺とかがさっきより細く感じるかも。私はこっちの方が好きかもしれない。こっちの方がカジュアルかな、少しのがニットっぽく見える。では次、はーい、この白のワンピースを紹介していきます。こちらがバックスモークキャミワンピースを購入しました。お値段が4444円でした。サイズはフリーサイズで、私はアイボリーを購入しました。なんかもう韓国のそのお姉さんが真っ白のワンピース着て、なんか麦わらっぽい帽子かぶってベタンコのシューズを履いててね、すごい可愛かったの。これも買ったんだけど、こんな感じ、可愛い。今かぶってる帽子がウェーブバイカラーバケットハット、私はベージュを購入して、お値段が2134円でした。可愛い。じゃあ、なんか白のワンピースって持ってなかったので買いました。可愛い。長
かもこれアジャスターがついてるので調節もできるのでいいなと思います。しかもなんかこの白のワンピースってちょっと透け感があったりとかペラペラなイメージがあるんですけど、しっかり裏地も入ってるし着た感じ全然ペラペラしてないし、透けるっていうよりかは割と生地がしっかりしてるのでなんか安っぽく見えないなと思いました。次、はい、続いて紹介するのがリンクルフラワーキャミワンピースでブラックを購入しました。サイズはフリーサイズで3421円でした。ちょっとこれは私似合ってるかわかんないんですけど、そのお姉さんがね三つ編みしてて緩めに結構この遅れ毛とかをふわふわって出してて、このねゴムも買ったんですけど、お姉さんが細いヘアゴムをしててないかなと思ってミストル同じようなのが売ってたので買ってみたんですけど、リボンヘアゴム2セット1496円でした。私はブラックを購入したんですけど、一番なんか高級感がありそうなこういうリボンの中でも張りがある感じのリボンの方が高見えするかなと思って購入してみました。こんな感じ、お姉さんの三つ編みが可愛かったの。こんな感じ、可愛いんだけど、じゃん、いい。しかもねちょっとこのワンピースがミニなんですよ。なのでちょっと恥ずかしいんですけど、靴もね2足買ったんだけど、ここがゴムになってるからかかとホールドしてくれる、可愛い。この靴はスターリングスリングバックパンプスでクリームを購入しました。これもね3179円で結構安かったんですけど、可愛くないですか。ここはなんか生クリームみたいじゃない。私足ちっちゃいんですけど 22.5 を買ってちょうど良かったです。割と分かりますかね、音で分かる。ゴムのなんかしっかり感が結構あるから可愛い。では次、続いてもワンピースなんですけど、この後トップスもやっていきます。 V ネックパターンキャミワンピースです。これはねちょっとプチプラ3817円でした。寄ってみると割と王道の花柄なんですけど、引いてみた時にこの柄の感じがすごい花っぽくて可愛いなと思って買ってみました。なんかアジャスターがついてるのでサイズ調節も可能でした。これはちょっとねお姉さんがつけてた、どんだけお姉さん好きなんだよって感じなんですけど、こういう大きいリボンをこうやって留めてたのお姉さんが。じゃん、このリボンはグロッシーリボンバレッタでお値段が1892円でした。ブラックを購入しました。めっちゃ良くない？ちょっとしっかりしてそうな生地のものを選びました。これは良かったな。買ってに巻いた時に使おうかなって言うんですけど、じゃん、これだったらなんかちょっと呼ばれヘアとかにも良さそう。それでは次、はい、続いて紹介するのがヘンリーネック T シャツでブラックを購入しました。こちらフリーサイズで1573円でした。前回の購入品の時に同じ型のグレーをね購入したんですけど、すごい気に入っちゃって、形がねすごい使いやすいんですよ。丈感はこんな感じ、かわいいじゃん。袖のなんか長さとかも短くてかわいい。今ちょっとエネビーズのねパンツ履いちゃってるんですけど、こんな感じです。続いて紹介するのがスリムリボンヘアクリップを買いました。これはね1個で1089円で1個しか入ってないって書いてあったので同じ色をね2個買いました。これはねレオパードとブラックを買いました。これもなんかふわふわって巻いてつけたら可愛いかな。こんな感じ、黒だとこんな風になります。このなんかクリップなのがいいなと思って、うん、レオパードも可愛い、いい感じ。こうやって留めても可愛い、これもおすすめです。はい、では次、はい、続いて紹介するのがシャーリングパフスリーブブラウスで、私はアイボリーを購入しました。サイズはフリーサイズでお値段3652円でした。これがね正直今回の買い物で一番気に入ってるんじゃないかっていうぐらい、これはもう本当にそのまんま可愛いって感じで、見た通りの思った通りのデザインでした。王道なデザインだけどすごい使いやすい、じゃーん、可愛い。これは買ってよかったです。それでは次、はい、続いて紹介するのがベースメロボタンキャミソールでお値段が2574円でした。これは可愛いと思ってなんか色を悩んだんですよ。白とねブラックがどっちも可愛くてまとめてね2個買ったんですけど、ショルダーの部分が内側に入っててフリルがなんかプリプリしてて可愛いなと思って買ってみました。こんな感じです。
もちょっと短めなんですよね。ハイウエストのパンツとかと合わせればちょうどいいかなって感じです。こういう華奢なデザインが好きな方とかはいいかもしれません。では次、はい、ではラスト紹介していきます。さっきの色違いですね、レースメローボタンキャミソールのホワイトを購入しました。2574円でした。白も可愛いですね。今ちょっと白のこういうブラトップ着てるんですけど、若干透けてるの分かるかな。なのでシアーなちょっと透け感のあるデザインなので、じゃーん、こんな感じ。最後に上にこれを羽織りたいと思います。なんかシャツって私白のシャツしか持ってなかったので、こういう柄シャツも可愛いなと思って購入してみました。これはロープアップスリーブストライプシャツ、ディープスカイブルーを購入しました。なんかブルーも2種類確かあったから、ディープスカイブルーってやつです。サイズはフリーサイズで2717円でした。ここにボタンがついてるから、こうやってこういう紐がついてるので、このボタンをね通してあげるといい感じに、まあ、長くこうやって着ても可愛いし、ロールアップして着ても可愛いです。こんな感じです。これ可愛いんじゃない、後ろも長くて可愛い、短いショーパンとかでも可愛いかも。で最後にね、もう一個紹介する靴があって、これがラストかな、今回の紹介するやつで。これはスクエアカットリボンヒールサンダルで、ホワイトを購入しました。サイズがね23センチしかなかったんだよね、ちっちゃいのが。お値段が3916円でした。じゃーん、なんかリボンがついてる低めのヒールのサンダルです。こんな感じです。中がねスポンジ、ここプニプニしてて疲れにくそうな感じです。すごいいいお買い物ができたなと思います。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回は結構私の大好きなお姉さんのイメージをして購入してみたんですけど、お買い物しててすごく楽しかったので、もし参考になったら嬉しいなと思います。ディーホリック私大好きなので、お買い物したら紹介したいなと思うので、そちらも楽しみに待っていてください。ということで、よかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすミルクティー。めっちゃ本当にこんがりちゃんなんですけど、よろしくお願いします。こんがり女、私もよろしくお願いします。